はい、えー。今週からですね、えー、ちょっと試験的に、実験的にですね、Win5、えー、の予想動画やっていきたいなと思います。えー、2020年8月9日。で、まずね、Win5、Win1 はですね、えー、爆心特別ですね。爆心、えー、そのまままっすぐ進むっていう意味ですね。で、こちらはですね、えー、こちら、えー、トースポと、えー、に、 現代となっておりますが、えー、そちらも、えー、参考にしてですね。で、まずね、4番のファストエーバーはい。こちらはもう、えー、全然そうですか。えー、首差の2着、してる馬です。はい。で、戸崎騎士もね、今週ね、エポカ道路の件もありましたしね。えー 勝てそうな馬でやってくれるんじゃないかなという期待もありますし。で、8番、えー、コンピレーション。これはもう西田騎手がね、えー、直のね、スペシャリスト西田騎手があ、前走でですね、えー、買っておりまして、で、えー、短期で、えー、放牧、えー、3ヶ月ですか、えー、放牧挟んでですね、えー、こちら、狙ってきた、あー、一戦、 ということで、やっぱり無視できないなと。で、9番。アルミューテンなんですが、こちらは柴田大地騎士に乗り換わってるんですが、えー、3層前ですね、えー、丹内騎手ですが、えー、これ行き過ぎたと、えー、いうことで、えー、少し抑えてもい、行けるっていう、う風な、あ、算段でですね、えー、陣営が、 えー、またこの条件合うということで使ってきたということで、えー、乗り換わってちょっと、えー、頭まであってもいいんじゃないかなと。で、14番、えー、ホースクラムなんですが、ホースクラムはですね、えー、これも、あのー、調教がけしないんですけど、えー、調教が、調教動いてたっていうことで、 えー、この条件合うということで、で、枠もいいところを引いたんで、えー、こちらも、えー、マークしようということで、で、あとは18番の、えー、藤田七子騎手が、えー、先戦直で、えー、好結果出しているんで、で、前走も勝ってるということで、で、大外枠引いたんで、いい有利な、えー、直線有利な、えー、枠に入りました。 なので48、4891418。まず、Win5-1 はですね、えー、この、え、5頭を、え、5頭で突破したいと思います。はい、えー、Win2、Win5 の2ですが、えっ、ー、と、HBC 賞になります。はい。で、こちらはね、あのー、10番のカステヘルミっていうのが前、前走あのー、 勝つかなというところで一気にドッと来られて、えー、0.2で刺されて、えー、負けたっていう形なんですが巻き返すとしたらあるかなと思いますはい、えー、そのまま先行して、えー、押し切るようであれば10番カステヘルミであとはですね1番のショーナマッシブかグランドピルエット 5番のゴールグランドピルエットがですね、えー、展開ハマって刺すよう、刺してくるようだったら、頭あるんじゃないかなと思います。なので、こ、このウィン5の2はですね、1、5、10で、えー、締めたいと思います。はい、えウィン5のー3番目ですね、えナノの川特別。こちらはですね、えー このサンデーレーシングの2頭としました。シー・オブ・ザ・ムーンなんですが、えー、これ、あのー、この条件で、えー、新潟外回り2000で3回走ってですね、1勝してると。で、昨年の、えー、秋の1勝クラス勝ちタイムがですね、1分58秒7の高度計で大外1機で勝ってると。で、これ、 とあとはあ、その2回は負けてるんですが、コンマ3とコンマ4秒です。えー、差はなく追い上げてるということで、消せないなと。決めて上位だなというところ。あとは、あ川田騎手に乗り換わっている、えー、ルリアンがですね、えー、ラジオお、福島のラジオ日経賞5着というところで、えー、このサンダイレーシング2等、えー、8番と、えー、10番。 で、えー、この3レースはー、3つ目は締めたいと思います。はい、えー、ウィン5の 4, 4つ目ですが、えー、エルムステイクスとなっております。で、こちらはね、あのー、里のキターンか、ウエスタールンド、アナザートルース、アルクトス、ハイランドピーク、タイムフライヤー、ここまであると思います。まあ、エアスティネルまでもあるかもしれないですけどね。 えー、ですが、ここね、あのー、序盤のレースね、えー、何頭か、えー、複数と、いう,うチョイスしたんで、こちらはね、あのー、一頭だけという,いう形にしたいと思います。タイムフライヤー、13番のタイムフライヤーで、えー、固定したいと思います。えー、ルメール騎手でね、まあ、前走圧勝してるんですけど、で、札幌、 で、あとは、一回走って、えー、結果残してないですけど、今と、今覚醒したんじゃないかなと思います。で、えー、松国さんですよね。松国さんも定年、マジかということもありますんで、ここで、えー、ルメール騎士が、えー、ですね、えー、住所プレゼントするんじゃないかなという,う気もしてます。ここは13番で、えー、タイムフライヤーで固定したいと思います。 はい。えー、ウィンファイブの5つ目、えー、になりますが、えー、ここはね、もう、絞っていきます。えー、4番の、えデ、ー、ュードバンにします。えー、まあ、宮地国王ラインベック、デュード番、えー、剣信孔とか、えー、ライトウォーリアーまであるかもしれないですね。名称打順まで。あるかもしれませんが、このやっぱり安城の乗り換わりですね。 え前奏ユニコーンで2着した時デムーロ騎手だったのに川田騎手になってるで一方ラインベックはですね前奏川田騎手からえデムーロ騎手になってる、えー、陣営が川田騎手よりデムーロ騎手といったところを取ったよりはこのドゥード版バン陣営の方がえ川田騎手に戻したっていう形の方が思惑としては考えられるのかなと思います えー、前走で川田騎手が、えー、で勝ってるのにデムール騎手にするかなとこちらの金子誠ホールディングスが、えー、ちょっと違うような気がします、えー、私はここそ,のそういった読みからもデ、えー、ュード版の方が正気があるんじゃないかなと見ましてここはデュード版4番で固定したいと思います、えー、以上のことからですね、あのー、豪華系3 かけ、えー、2かけ、1かけ、1で、えー、30点になるとろかだと思いますが、えー、今回は30点で、えー、まとめたいと思います。はい。えー、自習以降はね、ちょっと、えー、まだ考えてませんけど、えー、今回試験的にやっていきましたが、自習以降につきましてはね、えー、検討して、えー、また動画アップしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。